はははい皆さんこんこにちは今日は健康についいいて話したいと思いますえ健康っていうのはまあ私ちょっとそういう健康についての仕事をずっとしてきたので、まあ、そういうお話しするんですけど健康っていうのは、まあ、意識しない方がいいですよっていう話なんですけどあのどういう状態が健康っていうのはなかなか難しいと思うんですね。気、まあ、気力がが溢れてたり元気があったりり元ああっとかまあ 病気がない状態っていうのはちょっと違うと思うんですけど。病気であっても、まあ、元気な人っていますからね。あの。まあ、健康になりたいなって、こう考えながら。あの、それに。まあ。執着することもなく。まあ、普段から、あの、健康に気をつけながら。なんとなく、こう。あの、生活してるっていうのが、実は、その。 あの健康そのものもってううんでしょうかねだから健康っていうのはそのまあ何か何て言うのものっていうその状態状態っていうのかな、まあ、あの健康があるっていうんじゃないと思うんですけどね健康っていう状態をあの言うんだと思うんですけどあの、まあ、健康とかそのあとは寿命ですよね。 であとは病気こういうのはあまり意識しない方がいいですよっていうのが一番ですね。で2番っていうのはその、まあ、健康の,その、まあ、健康になるにはこれやったら健康になりますよっていうのは基本的にないと思うんですけどまあ一つのヒントになるのが、まあ、あの人間も動物ですからねやっぱりその体を動かすようにできてるんであの生活の中でたくさんこう体を動かした方がいいんじゃないかなと。で あえてなんかスポーツジムとかで運動するっていうのは難しいと思うので生活の中でその体を動かすものを入れていくっていうことですね。まあ、ここに書きましたけどちょっと一般的じゃないかもしれないですけど買い物とかねその畑をやるとかあの薪を割るなんてまあちょっと田舎暮らし的なのに憧れてるのでそんな風に書きましたけどあのまあ一番 生活の中にいろいろ運動を取り入れてしまうのが簡単だと思うんですけど、まあ、一つあの皆さんにご提案したいのが私は普段まあ主婦の方って言いますかねあの、まあ、割と時間がある取れる方を対象にその治療してたりするので、まあ、そういう方にはその運動とかをお勧めできるんですけどなかなかあの仕事で。あの 体のメンテナンスにもいらっしゃれないなんていう方は、まあ、治療にも来られないと思うんですけど、まあ、そういう方はねあのどうやって運動をその取り入れていくかっていうのが難しいと思うんですけど、まあ、休みの日なんかにねあの車に乗らずに、まあ、歩きだとか自転車でその、まあ、買い物とかに行ったらいいんじゃないかなっていうことを。 まあご提案しますでまあ休みの日のと日にこう運動できなければ、まあ、平日になんとかその時間を作ってやるしかないと思うんですけどで、まあ、休みの日なんかねあの、まあ、少し車で出かけた先で歩いてもいいと思いますしちょっとウォーキングして、まあ、温泉にでも入ってで産直市場とかで野菜か買って帰ってくるなんていうのも有意義な休日だ,だと思いますしね。 でまあ遠くへ出かけなければそのわざわざね自転車や歩きでそのリュックを背負って買い物に行くなんていうのもいいと思いますまあそのほかね銀行だとかなんか用足しに出るっていうのも自転車と歩きなんかで行くといいんじゃないかなと思いますねまあ同じようなあのことですけど、まあ、外食するとかそのお友達のうちにね遊びに行くなんていうのにも その自転車を使ったらどうかなっていうご提案でした。まあ今後ねもうちょっと健康についていろいろまとめてあの情報発信していきたいと思うんですが、まずはね第一弾としてまあ、こんなところで今回は終わりにしたいと思います。よかったらまたよろしくお願いします。